日銀は金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の一部を見直すことを決めました。この動きを受けて、東京市場の株価は一時800円以上値下がりし、円相場は4円以上円高が進みました。日銀の金融政策変更を受けてマイナスを表す緑が並ぶ中、こちら保険会社と銀行の株価は大幅に上がっています。 市場は事実上の利上げと受け止め、金利で稼げる金融や保険などを除いて景気の減速が懸念され売り注文が広がり、日経平均株価は一時800円以上値下がりしました。一方、円相場はアメリカとの金利差が縮小することから4円以上円高が進み、一時132円台をつけました。